思います。 JDR ラウンド1 JDR インディーカークラス A メインファイナル、それではスタートいたします。ドライバーズオンザトーン。はい、フライングはなしですね。綺麗なスタートとなります。カツッキー音がしましたけれども、さあ先頭が約5台6台、セカンド集団が約4台というレースオーダーですね。まずはファーストラップ入ってきたのはさあ誰でしょうか。川俣選手が来ました、来ました。2番手に田辺選手、3番手池田選手、永田与田鳩間今野堀井王子毛利望月とついております。さあ2周目川俣選手は来るのか、来ましたね。ここで永田選手がトップ浮上、ブーストラップタイムは11秒79に、ですねとなっております。おっとこれちょっと待って、さあどんどん、ラップ優先になります。鎌田選手がトップ、2番手に鳩間選手、3番手に永田選手とついております。4番手には今野選手、5番手池田選手、6番手与田選手、7番手に田辺選手と続きます。さあ4周目5周目でここでトップ鳩間選手浮上、2番手に鎌田選手、3番手永田選手と続きます。やっぱりタイヤウォーマーは偉大なのか偉大じゃないのか、おっとここでまっかりした、こちらは毛利選手でしょうか。ただ走ってますね、大丈夫ですね。何かギアトラブルかと思ったんですけれども大丈夫でしょうか。さあ現在ですね2台のマシンが、車を止めております。2台のマシン止まってますね。さあトップ集団はどこだ。おっとここで3周で接触、これトップ同士じゃないの。さあここで2番手から3番手から上がってくるのが誰でしょうか。さあ永田選手がトップ、2番手にまだ来ない、2番手は今野選手、3番手に与田選手、4番手池田選手と続きます。さあ5番手に田辺選手、6番手大子選手、鳩間選手は7番手まで落ちましたね、堀井選手、鎌田選手、金子選手、毛利選手となっております。さあ2台止まってるのは望月選手、鈴木選手、おっとここでポールポジションスタートの鈴木選手がマシンを止めているようだ。波乱の展開、まだまだ2分ですね、時間は2分を経た、残り時間は8分、残り時間8分。さあトップ変わらず永田選手10周をクリア、1分58秒620。2番手宮本選手10周、2分2秒537、その差が約4秒。